今回は簡単で腹筋ローラーよりも腹筋に効きやすいプランクウォークを紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで簡単に腹筋に効かせられてお腹が気になる、食後にお腹が出てしまう、そういった方におすすめのエクササイズが分かってきます。たったの5回です。一緒に頑張りましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回通常のプランクというと止まってキープなんですけども、今回膝をついてプランクしてウォークすることによってプランクの負荷を上げることができます。なおかつ簡単に腹筋に効かせられるので、たったの5回、少ない回数でお腹を鍛えることができます。しっかり息を吐くことで腹横筋が鍛えられて、食後にお腹が出にくくなったり、食べ過ぎた翌日でもお腹がポコンと出ないような体ができてきます。しっかり動画を見ながら真似して頑張ってみてください。たったの5回です。このプランクのいいところは腰を丸めやすいので腹筋に効かせやすい、体を動かすことによって負荷を変えられる、通常のプランクよりも腰を痛めにくい、腹筋よりも首を痛めにくい、そういったメリットがあります。お腹気になるよ、姿勢悪いよっていう方は一緒にやってみてください。それでは紹介していきます。はい、スマートフォンをまず顔の前に置いてください。そして正座をします。足は肩幅、そして膝の前に肘をつきましょう。これプランクを効かせるポイントは腰が反れないように腰を丸めます。腰を丸めた状態で後ろに膝を動かしていきます。腰が反れないように丸めたままどんどん下がっていって、耐えれるところまでいったら5秒キープ。5秒キープしたらつま先と膝で戻ります。戻ったらまた後ろにこのように進んでいきます。これを5往復一緒にやっていきましょう。後ろに下がったら5秒キープ、そしたらつま先と膝で体を戻していきます。戻すのは四つん這いの体勢まで、できるだけ息は長く吐いてください。目安としては1往復を1呼吸、四つん這いになったら呼吸を吸って動き出します。5回、しっかり腰丸めたら腹筋にがっつり効きます。体が伸びてる時に5秒キープ、頑張っていきましょう。それではスマートフォン前に置いて見ながらいきましょう。スタートポジションはここでまず腰を丸めることです。お腹をへこませてお尻を締めるイメージをすると腹筋が効いてます。その意識をしたまま動いていきます。それではいきます。スタート、動いていきます。こういう感じでつま先と膝で動いてキープ。1、2、3、4、5、戻っていきます。はい、ここで呼吸です。スタート、キープ。1、2、3、4、5、戻ります。もし息吐き続けるのがきつかったら呼吸を意識しなくてもいいです。動きだけ見ながらやってください。3回目、あーきつい、キープ。1、2、3、4、5、お尻をしっかり締めると効きます。4回目、スタート、お尻に締めてキープ。1、2、3、4、5、あー、うわーうわー、ラストいきます。キープ。1、2、3、4、5、うわうわ、戻るのがつらい。オッケー、効いた。皆さんお疲れ様でした。いやー、たったの5回、結構辛いですよね。下がっていく時は腹筋が伸ばされて辛い、止まってる時は負荷が高いので辛い、戻る時はお腹が縮んでいくんですが、足で少しずつ縮んでいくので、縮むのがねゆっくりで、力入ったまま
縮んでいくんで、一度でね、3度きついと思います。これたったの5回。通常のプランクをしてもね、お腹に効きにくいとか、腰を丸めれてないとか、お腹が締まってない、お尻が締まってない。そうなると、結構長い時間キープしても、腹筋あんまり効いてなくって、今回みたいにね、少し動くだけで、負荷をね、動かしていけるので、腹筋ローラーみたいに、プランクだけで、しっかり鍛えられたと思います。頑張ってみた方、よかったらグッドボタンやコメントで教えてください。腹筋に効いたよ、腰が痛かったよとか、伸ばした状態キープできなかったよとかね、あると思うんで、よかったら自分のレベルを教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄の方から見てもらって、リンクのフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。